はい、皆さんこんばんは。険しい秀子と池端秀幸です。お元気ですか？はい、第9回目のですね、日本女性を元気にする会、はい、ライブ配信始まりました。今ゲストの方とちょっと打ち合わせしてたんですけど、なんかこうテンション上がってくるみたいなね。秀さん見てます。はい、ゆみちゃん、ありがとうございます。今日はこのね、このゆみちゃんのご紹介、ご縁でですね、この、小笠原香織さんを紹介していただきました。もうかわいいかわいい、なんとも言えないね、親しみのあるね、香織ちゃんでございますんでね、これから登場してもらいますんで楽しみにしててくださいね。綺麗デザイン協会グランドマスターインストラクターの、小笠原香織さんです。はい、ということで、はい、じゃあもう登場していただきましょう。香織さん、よろしくお願いします。今日はこれから楽しくいきましょう。はい、思ったより大きく映って思ったより大きく映ってね。じゃあちょっとちっちゃめにこれぐらいにしておきましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやいや本当に見てますって、あ、いっぱいほらコメントくれてますよ、ね、ありがとうございます。嬉しいですね。本当に待ってました、ガールちゃんのね。僕の拙いプロフィールでは申し訳ないんで、ちょっと補足でですね、かおりちゃんね、はい、せっかくなんで、またプロフィールをちょっと紹介してください。ありがとうございます。じゃないですね、私ですね。はい、かおりちゃんね、はい、先ほど、ご紹介いただきました、小笠原かおりと申します。私は、自分色で生き方美人を、自分色で輝く生き方美人を増やしたいという思いで、今、綺麗デザイン協会のグランドマスターというのをさせていただいております。そうですね。その話はまた後ほど詳しくなると思うんですが、住んでるところは、横浜市で、生まれと育ちは埼玉県の川越市で、結婚してから横浜に来ております。はい。で、どんな話すればいいいいですよ、いいですよ。そうですね。もともとはですね、先ほど言った会社員で、10年間、働いてたんですけど、まあ、その後専業主婦をして、ちょっとこう、自分の、こう、興味のことから、部屋のことを、もっとなんか、こう、素敵にできないかなとか、実は片付けっていうか、もっと、今まで自己流だったんですけど、家の暮らしを整えたいなっていう興味から、整理収納っていうのを、一日で学べるっていう講座を、まあ、ネットで見つけまして、そこがきっかけで、整理収納アドバイザーっていう資格を取ったことで、なんか誰かの役にこれ立てるんじゃないかなっていうことから、起業したのが、まあ、スタート、起業のスタートです。で、その後に、今言った、その、綺麗デザイン協会っていう、ところと出会って、個性によって、お客様にこうより良いこうコミュニケーションを取りながら対応できるというところに惹かれて、学びを始めたんですけれども、まあ、そこから、いろんなあり方とか、働き方とか、いろんなこう人生すべてにおいて、この学びは、女性の生き方とか働き方の、もっとこう、なんか、みんなが輝ける役に立てるし、なんかこれを知ってもらったら、こう、世の中が、もうどんどん良くなっていくんじゃないかなっていう思いが強くなって、今それをメインで、させていただいてます。ねえ、ありがとうございます。本当に、すごくね、いっぱいこう、コメントをいただいて、これ、いつ紹介したらいいかなと思って、ずっと見てるんですが、はい、妹ではなく他人なんですが、私にとって姉のような存在ですということで聞きましたね。そうなんです。偶然ね、同じ名字なんですけど、でもなんか親近感湧きますよね、このね。いや、本当それがご縁で、ね、見つけていただいたので嬉しいです。直子さん、香織さん、お話楽しみということでね、はい、人生すべて素敵と、はい、もうなんか嬉しいですね。いっぱいコメントくれて嬉しいです。読んでいくのも大変やから、まあ、ちゃんと僕確認 しながらやりますね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、本当に僕もこれ資料をいただいてからね、結構初めてお会いしたこともない方と、まあまあオンラインで初めてお会いしてっていうことで、まあいろいろとね、一回打ち合わせさせてもらってからなんで、あれすごくやっぱりいろいろとネットで調べさせていただいたら、なんかこうすごく奥の深いね、いろんなことをされてて、まずそのプロフィールの方を見ていただくと、まあ一番わかりやすいかなと思ったんですけども、はい、もともと僕これ放送する前にちょっとこうこの概要欄に貼ってると思います、このプロフィールのサイトですね。でこの写真見てください。なんかすごく近寄りがたいぐらい、なんかこう
ちょっと、いやいやいや、これね、どう思いますか、かおりさん。いや、本当にこれね、早々に変えなくちゃなって思ってるんですが、先月髪の毛を切ったっていうのもあるし、まあ、この写真自体もちょっと結構、まあ、前っていう、はい、本当によく言われるのが、まず、実際にお会いした方に、この写真を見てた時は、もっとなんかしっかりしたお姉さんだと思ったとか、身長がもっと高いと思ったとか言われることが多いです。ですよね。これ、はい、僕もさっき身長聞いたんですけど、びっくりしましたけども、これ、はい、身長なんか聞いてもいいんでしょうか。あ、もちろん、そうですか。145センチなんですね。うわー、すごいな。全然イメージ分けへんもんね。オンラインだと本当わからないですよね。わからない。まあでも逆にそれが、そうですね。でもいや、これはこれですが素敵だから、まあ、そういう部分でこうやって、はい、最初に出して、そこからずっと下向いてきて親近感が湧くようなものがあるかなんて探してたんですよ。はい、これ写真だけ見てたらちょっとなんかこうやり手の女性っていうイメージがあって、でパッとこんなことしてますとか、ここに来た時に、はい、まあ、いろんなことされてるなと見てたんですね、うん、こうやって、はい、でまあカラーも好きだし、まあ、もちろん僕もこうやってオンラインもしてるから、はい、ここら辺はよく分かって、こう好奇心旺盛で今ここ瞑想にはまってるというところ、朝5時のそうなんです、瞑想ワークショップでやってるんですかこれ。そうなんです、ちょっとそういう情報を知ったので、うんうんうん、今5時からの瞑想ワークショップっていうのに参加して、うん、その中で10分間瞑想するっていうのがあって、うんうん、なんかさっきもちょっとお話しましたけど、ちょっとなんか皆さん生き方だんだん変わってきましたね。自然派になってきましたね。本当に変わりました。なんか向き合える時間が、うんうん、コロナでこう家にいる時間が増えたり、うんうん、やっぱりこう時間の使い方が変わってきた時に、うん、ここで本当にこの先の生き方とか自分がどうありたいのかっていうのを、うんうん、今までももちろん見てたつもりなんですけど、本当にこう向き合って、ここで何かこうなりたい自分にきちっと向き合わないと、うん、また例えばコロナがこう収束してちょっとこう忙しいっていうか、こう、うん、またそうに外に出るようになったら、うんうん、今ここで変えないと多分変わらなくなるのかなっていう、うんうん、なんか本当に今ある意味チャンスっていう、じっくり向き合って変えられるっていうのはすごい自分の中であります。そうですよね。なんか、うん、そうそうそう、まあ、変な言葉で言うと次元上昇とかっていろんなことをよく言われる人見てますけどもね、僕自身がこうなんか同じなんですよね。朝起きたらなんか自分のこう、うん、感じがね、さっきかおちゃんと話してたんだけど、うん、この朝起きるだけやのに なんか今までと違う人生をの景色が見えてる感あるよねっていう話してた、ね、そうなんですよね、本当に、ね、不思議で、僕もね、そうな、不思議ですよね。だから皆さん早起きはほんまに5時に起きて、もう僕今10時には寝ますからね。今日は配信した後にもうすぐ帰って寝ようかな。そうですね、本当それぐらいがいいって思いますよ ね。まあそんな理想やという人いてるか分からないけど、本当にそうする方が、まあ、かおちゃんもそうだけど、女性の肌も綺麗になるしね。そうなんです ね。ストレスもそうだしね。はい、すみません、こんなところで話脱線してたらずっと長だし。そう、なんかもうこの辺で盛り上がって盛り上がってしまいます。まあそんなことで、まあかおちゃんのこれを見て、それからその下に大吾 YouTube の大吾とか。はい、この、中田敦彦、さっきもそのね、一緒ですねって、ハマってるもん一緒やなと思って、まあ、これ親しみを持って話しててからずっとこういう仕事をされてるのを見てたんですよね。でこれ後でまた皆さんぜひ見ておいて、チェックしておいてもらうと、いろんなそのメニューがあるんですが、まあ、特化すべきは僕見てて思ったのが、やっぱりこういうまあ、女性の方ってこうやっぱキラキラとか色物とか、自分の人生をどう輝かしてくれるかっていう、こういうメニュー特に好きだと思うんですね。で今日はちょっと怖い話、怖くはないんですけど、公開処刑されそうな気持ちになってるんです。僕はあんまりこう人前でこうやっていろんなこと診断されるんですけど、結構照れる方なんですけど、はい、今日なんかしてくれそうなことを言ってたんで、後でどんなことがあるか分かりませんけど、なんかね、僕を色の占いではない、占いっていうのかな、占いではないですね、ですね、統計学になりますが、うんうんうん、はい、はい、統計学ね、はい、そうすると特にこういう女性の方って好きですもんね、こういうのね。そうですね、やっぱりこう自分を知るっていうか、どんなタイプとか、やっぱ診断とかってみんな好きですよね、うん、好きですよね、本当に好きだと思います。でこれ後で全部ちょっと皆さんにも
見てもらいたいんですけど、あのこの色の持つパワーっていうのを、これはちょっと説明診断をしてもらう前にちょっと簡単に、僕もあのなんかわからんまま診断されるの怖いから、なんかちょっと教えておいてもらっていいですか。そうですね、綺麗デザイン学は生年月日でこう、こういう、あ、見えるかな、ああ見せます。今私6色しか持ててないんですけど、実は12色で、こういう自分の個性のタイプがを診断、まあ、させてもらうことができるんですけれども、うん、まあ、それが何がいいかっていうと、やっぱりこう、自分で生まれ持ったものって、まあ、3割ぐらいわかるって言われてるんですが、何がこう、使命なのかとか、自分でも気づかないことに気づいたりすると、まあ、それでこう自分らしく生きられるっていうのがあって、私、もともとその会社員の時に、結構、一緒に配属された方が、私と全然違うタイプの方だったんですね。女性だったんですけれども。で、何でしょう、こう、やっぱ比較してしまって、彼女はこんなにすごい素敵なところがあって、なんかこう、まあ、はっきり言えたりとか、すぐ、こう、交渉ができたりとか、なんかそういうところにも、ただただ羨ましい、私はできないみたいな感じで、こう比べては自分をこう、ちょっと、なんていうんでしょう、卑下するという感じだったんですけれども、この個性を知ったところで、あ、私って逆に、彼女は彼女ってすっごい素敵なところがあるし、私は私で、あ、こんなところがあるんだとか、むしろその比較しててダメだって思ってたところが、あ、自分の魅力だったっていうのが分かって、すごく今、それをこう、より活かして、楽しく生きたり働けたりっていうのができるようになったので、やっぱそれを知ってほしいなっていうもの、の中で、まあ、これがあくまでもそれのツールというか、はい、きっかけになったって感じですね。あ、なるほどね。はい。で、その色の、ちょっともう一回出しますね。ちょっとくださいね。まあ、比較っていうのがね、今もさっきちょっといろいろと僕は思ったことがあって、ちょっとかおちゃんにも聞いたんですけどね、まあ、お友達こう見ていただいている方もそうだと思うし、いろんなその生徒さんとかクライアントさんもそうだけど、やっぱりこう自分の自己肯定感が高い人っていうのは、私高いですって言っても結局高く見せてるだけで、本来は自分の中ではすごくやっぱりこう、これで大丈夫なんかって迷ってる人が非常に多いと思うんだけど、こういう色物の世界でこうな色に救われるとか、なんかオラクルカードもね、ちょっとされてるみたいだったから、やっぱり自分との向き合い方によってこう背中を押してくれるような感じの、まあ、ことがありますよね。その色の意味っていうのが何かあるんですかね。そういう部分では色、この色だったらこういうなんかこうエネルギーがあるとか、エネルギーというか、個性を色で表現しているんですね。で、もうあれですかね、早速、例えばヒデさんのっていう感じで。例えばやってもらおうか、じゃあもうなんか、はい、ドキドキ、早速言ってしまうとですね、はい、多分今、綺麗デザインの方もライブ見てくれてると思って楽しみにしてると思うんですけど、はい、はい、生まれ持った個性のその、本質っていう部分を色で表すとですね、ヒデさんはこれちらでした。レッド。お情熱の赤。やなんですね。心当たりありますか？あるわ。すごく、なんでしょう、こう、パッションですよね。情熱が、こう、心の中の情熱があったりとか、あと、こう、プロ意識が強い方とか、もう、やるとなったらとことんやるみたいな方が、傾向としては。おそれはいい傾向ですね。なんかまた自信持ちましたね、これで。はい。あと行動力があるとか、っていうのも、やっぱりこの色なんですね、やっぱり。へ、はい、なので、なんかそういうことを知ると、なんか自分の中に、なんか、あ、そこ、他の、なんか自分は当たり前にできると思ってたことが、あ、もっとなんか、他の人が、よりもこうできる、まあ、才能だったりとか魅力がそこにあるので、なんかもっとそこ伸ばしていこうというふうに、いるかなっていうのが。いや、ありがとうございます。より自信がつきました。いや、ゆみちゃんもひでさん、レッドとか来てくれて、なんかレッドっぽく思ってたんちゃうかなと思って、これ早起きしたい。ちょっと、前ちょっと、ありがとう。時間逆戻してますけど、はい、こんな感じでいっぱい、はい、くれてました。まあ、レッドっていうのはね、なんか、でも確かに本当に好きですね。で、
服であまり赤っていうの着れなくても、うん、こういう傾向、こういうね、あのとかワインレッドも出過ぎなんですよ。あで財布もね、はい、こういうちょっと赤が入ってたりね。すごーい。でね、手帳もこれ。すごい。で車もあのそう見事でしょ、ワインレッドだったんですよね。あ、びっくりしました。びっくり、いや逆にだからびっくりしました。うん、でも結構ねこう伝えると、私その色好きなんですとか、うんうん、そういう方も多かったり、あとやっぱりあの好きな色とこの自分色が一致してるとやっぱりうまくいってたり、あ、やっぱ自分をこう認めてる方が多いので、あの、あ、私その色あんまり好きじゃないっていう方はやっぱりそこからまず自分をなんかこう変化させて、うんうん、ちょっと素直にそこに従って生きてみるとうまくいったりとか。なるほどね。やっぱ自分認めるとか、自分好きって本当大事だなって思う。おお、自分色をすでに取り入れてますね、さすがですって褒めてくれてました。また一段と褒めてくれてありがとうございます。本当びっくりしました。なんて読ませていただいて、ひろよちゃんですね。ひろよさん、ひろよさん、ありがとうございます。はじめましてやと思うんだけど、さすがでしょう。はい、ありがとうございます。さすがでした。いやいや、そんなあの別に知らへんけど、なんか、ね、なんかね、あの昔からそのなんか自分の中の行動したりするっていうのは勝手にするんかな、何やろ。多分そうですね、頭で考えるより行動っていうとかね、そう、行動のエネルギーが強いと思います。でもね、あのこのメイクのあれもそうですよね、かおちゃんもそうやと思うんですけど、あのお片付けのライセンス取ってからそれをやりだして、そこからまたこれに出会って、綺麗デザインに出会ってっていうふうに全部こう形にしていくじゃないですか。結構似てるんちゃうんですか、そう考えたら。私はこれなんです。あ、それなんです。イエローなんや。はい、イエローはどう、まあんまり聞いてたら、そうですね、レッドだと太陽の人なんですけど、太陽、うん、太陽ね、はい、はい、ヒデさんは太陽の人で、私はですね、空からあの空から降り注ぐ光っていうイメージの、ほうほうほう、はい、なんかこう上の最先端とか好きなタイプです。あ、新しいものとか、まあ、基本ポジティブですね。前を見るとか、未来が見えてないとちょっと未来を常に未来未来みたいな感じのところ。なるほど。ということはこう最先端を行きながら、みんなついてきなみたいな感じでちょっと情報を早くこう取って、取った情報をこう下ろしていくのがすごく使命に感じるタイプですね。そうですね、まさに本当その通りの使命を感じております。いいじゃないですか。うん、あ、そうか。だからそういう、あの、大体プロフィール見ててもなんかそんな気しましたわ。いろんなところでこうサポートされてんやなと思いました。はい、ありがとうございます。あんまり僕ばっかり喋ってたらあかんな。とんでもないぞ。私、ターコイズでやってきましたよ。そうそう、ターコイズ、ターコイズ。そう、ユーミーターコイズ。これの方はオリジン、あれこれじゃない。あれこれないんだ。かなんか、あれだな。あの、ターコイズなんですけど、ちょっと濃く見えてるかな、ライブだと。うんうんうん、あの、オリジナリティとか、はいはい、自分の世界観がある方です。ターコイズさん。うんうん、でそれは、診断してもらったら、やっぱりまたこう具体的に、じゃあ、あなたはこういう感じの、まあ、イメージが出たから、はい、お仕事を生かすんやったらこういう感じのっていう、まあ、コンサルというんでしょうか、アドバイスっていうみたいな感じしていく感じですかね。はい、そうですね、そういうことも、はい、して読みます。はい。実際は診断シートっていう、まあ、シートがあるの、うん、ありますで、うん、まあ、それをちょっと、お渡ししたりしながら。診断シート、ね。あ、そうですね。そのカラーグラスの下のところに見えてるものです。ちょっと待ってくださいね。はい。これかな？これ？あ、そうです、そうです。はい。今一番左のそのブランドカラーっていうところのヒデさんのこれ、表現したんですけど。うん、あ、これね。はい。はい。実はその右のイメージカラーっていうののヒデさんはインディゴっていうのを、はい、あの、なので、こう、第一印象とか、あの、大勢の中にいるときは、結構こういうイメージを持たれるっていうような色も診断できます。はい、そういうのも出るんですね、これ。そうです、そうです。インディゴさんは結構深く深く、いろいろこう分析したり、本質にこう、本質を追求するみたいなのも。うわ、めちゃくちゃ当たってるわ。はい。めっちゃ当たってます。
あともうどっちも感性を大事にする感覚の人とかっていうのがありますね。へえ、なんか僕の心を見透かされてるような気になってきた。このねシートはサンプルですけどね。はい、まあ、これはまずそうですね、あの他の方のね、はい、でここ、まあ、こんな感じのものが出るわけですね。でこれ、はい、もしもう先にちょっと忘れうちに先にこれ、はい、LINE に登録してくれたら、なんか、はい、そのあれですよね、あのそうですね、今日はい、ライブをご覧くださった方の特典として、うん、LINE に登録してくださって、ブランドカラーってあのメッセージくださったら、先着5名様に、ちょっと診断させてもらって一言あなたの魅力をお伝えしようかなっていうふうに思ってますので。嬉しい。これ無料でしょ。無料そうですね、5人までちょっと色と一言、これはちょっと見なせなあかんね。これなんかワクワクするね、やっぱり色ってね。そうですね、きっとなんかヒントあると思うね、うん、これは。でこれ今一応流してこれね、右上の方にもやってます。でこっち側がインスタの QR コードもちょっと先に戻して。 ありがとうございます、はい、そうですね、インスタもしております。インスタはどんなことされてるんですか。インスタはまあ投稿と、あと最近は月曜日と金曜日に、はい、なんかこうやっぱりこうつながりをもいろいろ持ちたかったり、何かちょっとこうメッセージというか背中を押したりっていうか、何かこう一日がもっといい一日になったりとかっていう、何かお手伝いができたらいいなと思ってライブをしております。でそこでちょっとこれは全然仕事ではないんですけど、はい、まあ、はい、カラーカードを引いてちょっとこう色つながりっていうことでちょっとメッセージをさせてもらったり言わせてもらったりしてます。そうですね、なんかまあ楽しんでもらうっていうのが目的ではあるんですけど、つながるとか、はい、これですよね。これ実はうちにもあって、うちの神さんもオラクルカード好きで、これ僕も竜のカードとかいろいろあってね。あ、そうなんですね。ヒデさんって女の子みたいとか言われることたまにあるんだけど、いやまあこんな仕事してたらある程度そうなるの中性やっていう話をするんだけど、ね、そうですね、メイクとかされてたら、うん、そうそうそう、だからまあこういうのっていやこんなただのカードやんかっていう男の人は、多分左脳型の人は絶対ねこんなんねバカらしいって言うんですよね。うん、昔はそうでしたから、僕もそんな男やったから。そうなんですね。そうやっぱり職業によって変わってきたんですけど、これね、でも河合さんこういうので無料で、まあ、こうやって聞いてあげるわけでしょ、インスタライブで。そうですね、これはなんか本当に、うん、私占い師でもないし、うんうんうん、別にスピリチュアルな人でも ないので、うんうん、本当に、なんかこう楽しいことが好きで、うんうん、とかやっぱりこう人が好きなので、あとまあ本当少しでもご縁を増やしたり、あとこうなかなか会えない分こうライブで会うとか、なんかそれが目的で、これこちらは本当にそれのきっかけのツールっていうところは、うん、まあ、正直ありますね。そうだね、うん、まあでも本当にこれカールさんの見ていただいてるファンの方以外の方も多分見ていただくから言うんですけど、はい、僕はこんなカードとかいろんなノウハウとかいろんなテクニックセミナーとかいろいろ講座もあるけど、僕は、ね、誰から学ぶかやと思うんですよ。このカードも誰に引いてもらったかによって、もうね、やっぱりその自分の一日の朝のテンション上がるじゃないですか。同じカード、ね、自分で引いてもいいんだけど、この信頼を受ける友達とかさ、人に今日はやるよみたいな感じでやってもらった方が、なんかこう背中を押してくれるような気になったりするんですよね。はい。ええこと言うでしょ、たまに。いやもうすごい、本当ありがたいというか、今日もライブしたんですけど、本当その通りで、やっぱり終わった後にメッセージくださって、うん、今日の一日がもう香織さんのおかげでいいスタートになりましたとか言っていただいたりして、いや本当にそうやと思いますよ。これが嬉しいですね。ね、うん、いやでもこれも本当にこうされてる、あ早い者勝ちって、さっきの言ってね、ありがとうございます。で、壁紙もは、ね、花、そうなんですよ、いいですよね。ありがとうございます。いえいえ、まあ、その方に会うようにちょっと壁紙をカラーカードのメッセージ、そうですね、これめっちゃ楽しいです。いや本当にこれなんかその気になっていきますもんね、いいカードがこうね出たりするとね。そうなんです、うん、色を生活に取り入れると生活が豊かになりますよね。本当にそうです、そうですね、はい、うん、私もインスタライブ楽しませてもらってます。ありがとうございます、はい、
そう、誰かにカードしてもらうのが嬉しい。あ、年がいっぱい続いてた、ヒデさんの言葉はいつも温かい、温かいですねって、これまたそんなアキコさんがそういうことを言っていただくと余計僕も温かさを感じてしまうじゃないですか。これからまた冬に向かっていくちょうどいいタイミングで、嬉しい言葉でございます。はい、ありがとうございます。もう本当にあのここで時間割いたらなんかあのかおちゃんの話にまた遮ってまうんで、さあそしたらいやちょっと僕が喜んでる間に次このこれ最後この一番大事なポイントね、これちょっと皆さんにお伝えしておいてもらって、はい、あ、そうですね、私が、これフェイスブックでこの前何年か前のが投稿がまた自分のが上がってきた時に、うん、あ、私こうやってこうフェイスブックでも言ってたんだなって言ってまた改めてお伝えしてるんですけれども、まあ、3つのキーワードっていうことで、まあ、これを軸にして、あの、活動してるんですけれども、1つ目が、まあ、カラフルっていうことで、そこにね、もう書いてあるんですが、自分色で輝く彩りある人生っていうことで、あの、やっぱり、こう、自分の色っていうのは、まあ、自分らしさ、イコール自分らしさなんですけれども、やっぱりそこに、こう、自信を持てたり、本当に人と比べなくなるっていうのが、本当にその人のなんかこう美しさとか内面だったり外面だったり美しさとか生き方とかにすごく関わってくるなって思うので、やっぱりこうあなたはあなたで素敵なところいっぱいあるよとかそのままでいいよっていうのをこう大事にしてもらって彩りある人生を送る女性を増やしたいっていうことと、あと綺麗っていうのはあの本当に今言ったその内面、外見だけじゃなくって、まあ、内面と両方で、で、綺麗デザインでは、あの、充実した今を生きるっていうのを定義にしてるんですね、綺麗を。なので、こう、未来をもちろん、こんな未来にしたいなっていうのもすごく想像するんですけど、まあ、それがあって、じゃあ今をまたないがしろにするんじゃなくて、今もすごく大事にし続けるっていうのも大事だなっていうふうに思っています。あとは、クリアっていうところは、あの、もともと整理収納からスタートしたっていうのもあるんですけれども、あの、物の整理だけじゃなくて、やっぱりこう、心の豊かさって、心が、やっぱりこう、整理されてたり、忙しすぎないとか、そういうこう、余裕があると、いろんなところにこう、心配りもできたり、こう、いろいろ俯瞰して見れたり、こう、人にも優しく対応できたりとか、本当、いろいろ繋がってくると思うので、あの、こういう、まあ、カラフルと綺麗とクリアっていう、ここを、まあ、軸に、大事に、あの今後も活動していきたいと思っております。はい、ありがとうございます。なんかすごく分かりやすくって、本当にこのキーワードすごく大事ですよね。あの、まあ、僕もあのちょっと手前見せてメイク師してるから余計このカラフルっていうねこの色一つでね、あの認知症、本当に認知症のおばあちゃんがこうにっこり笑うチーク、口紅一つでこうまた認知症がキュッとこうね良くなったりね、本当ににっこり笑えたりしますし、このクリアっていうのはあの断捨離っていう意味ももちろんあるんですかね。あ、そうですね、もちろん物もそうですね、物もありますね、うんうんうん、はい、そうですね。で、綺麗って、まあ、今言われたその綺麗ってなんかね、あの綺麗デザインっていうとなんかこういいんですよ、響きはめちゃくちゃいいですよね、はい、普通はねポジティブに考える人はみんな綺麗デザインいいじゃないって思うのよね、うん、だけどあの肯定感、自己肯定感低い人っていうのは綺麗とか美容とかそういうのを見た瞬間に、うわ私じゃないわみたいな感じでちょっとこう、はい、あの謙遜する人もやっぱりいてるんですよ。僕こういう仕事してたのようわかるんですよ。あ、私には関係ないみたいな。そうそう、かおちゃん置いてあるでしょう、かおちゃん。あるとは思います、ね、違う世界とか、そうそうそう、もしかしたら思ってしまう方もいるかもしれないですね。でそこをこう今言われたのが、あのよくその綺麗っていうと外見だけって皆さん勘違いしてると、今なんか自己肯定感を上げるためのいろんなサービスがね、あの社会で、ずっと言われてるけど、あのルッキズムって、あの外見主義って結構みんな、うん、今までだったらほらインスタもされてるけどテキストでどんどん情報発信してる人が多かったけど、今、うん、インスタとかもとにかく外見を出していかなきゃ時代が来てるから、うん、そこにこうなんか自己肯定感が低くなるっていうね、外見だけでこうあの判断されそうなイメージにみんななってるから怖がってる人が多いんだけど、はい、かおちゃん栄養なこと言ってくれたら、その内面を美しくするっていうのはすごく大事やっていう、それの綺麗さって大事って話ね、うん、そうです ね、はい、綺麗デザインがこう人生を自分で、まあ、デザインするっていう、綺麗デザインっていうところ、まあ、よくわからないっていうか、かもしれないんですけど、うんうん、簡単に言うと本当自分で自分の人生とか未来をデザインするっていうことをしてる、でその時にやっぱり外見もまあもちろん綺麗
なのはもちろんいいと思うんですけど、内面とかあり方とか、私はそのやっぱり生き方美人っていう、まあ、一言に、まあ、集約させてもらって、こう、生き方美人を増やしたいっていうのを発信してるんですけれども、やっぱりこう、うん、あり方がすごい大事だなっていうのは、本当に感じてます。いいね。やっぱそうですよね。さすがかおちゃん。そんな偉そうには全然言えないんですけど。いやでもこれ初めて見てる人は多分何のこっちゃってか分かりへんけど、僕も最初にお会いした時にあの写真だけしか見れてないから、あの写真から今日こうやってお話しさせてもらって、身長147あの 5でやっぱりあのこんなこう、まあごめんなさい言い方悪いんですけど、まあ普通だったらさ、なんかこう前に先頭立ってるっていうイメージじゃないんだけど、はいはい、それを今ずっとされてるイメージがすごくあのホームページからも見えてきたし、お客様の声聞いててもそうだったんやけどね。だそういう分ではごめん、コメントいっぱい来てる、忘れてないんやけど、これちょっと待ってくださいよ。ヒデさんのこと、このヒデさんの言葉、これまたあのリクエストもう一回だけ入れとこうと思ってすいません、こっから私も今日かおちゃんに弾いてもらったっていうところ、ね、うん、あ、ももちゃん、ももちゃんもドイツから見て、あ、ももちゃんご無沙汰です。はい、あ、見てもらったんですね。何色だったんでしょう。何色やろね。ね、ももちゃんも第2回目のゲストでね来てもらった、はい、拝見しまして、ね、コメントも出せていただきました。で、桃姫桃姫まゆみさんが、診断で自分らしさを知り自分らしく生きられるようになりますねってね。そうですね、自分らしく、いや本当にいいですね、この自分らしく生きられるようになるっていうのがね。綺麗に出ないは素敵な学問ですよ、私もインストラクターだよってふふって、ゆみちゃんそうやったんや。そうですふふって、こんなところでちゃんとアピールしてるで、うん、ゆみちゃん小顔の方、あ、両方やってるわけね、いろいろね、これとインストラクターです。綺麗に出ないんです、素敵、さすがかおちゃんってね。ちっちゃいけど大きな、そうなんですか。いい表現、嬉しい表現。あ、嬉しいですね、本当にね。もうなんか こうやってコメントいっぱいいただくとほんま嬉しいし、なんかね、本当です、守られてる感あるよね。本当ですね、皆さんのおかげですって本当に思います。はい。すごくやっぱり人から出てると思います、本当に。このここにもあの何かこう習った方の後のこれ、こういうのあるんですよね、発信の場、習った方が後でこう、はい、アウトプットできる場、学んだ後。あ、そうですね、はい、これ見てても皆さんすごくいい笑顔でコミュニティで、はい、やっぱりこう、講座私開催してるんですけれども、うん、やっぱり、学ぶの好きな方多いと思うんですけれども、本当の学びってやっぱりこう、日常で使えたりとか、うんうん、結局、使っていかないと、ただ知ってるだけって、うんうん、全然活用できないともったいないので、ね、はい、はい、学んだ後に継続して、こう、アウトプットできるような場を作ったり、うんうん、あとは、本当につながることが今、大事だと思うので、応援し合うコミュニティっていうのを作っております。そうですね、はいはい、ギブ&ギブっていうのがいいですね。ギブ&ギブ、そうですね、月一ね、はい、綺麗デザインできる女性いいですね。カラーナビゲーション、うん、朝活もハッピー手帳ライフもいろいろされてますね本当にね。そうですね、思い立った私も結構、ね、とりあえずやってみようって思ってやってます。はい。いろいろされてますね。まあ、こうやって僕もね、こういう説明聞くまで本当にいっぱいやりすぎて、どこから聞こうかなと思ったんですけど、まあでもこれ、ね、知ってる方は知ってるからいいんだけど、知らない方からすると、なんか香織さんってすごく成功された女性のこう理想像やなって皆さん思うか分かりませんけどね、実はね、まあ、そこへ行くまで、やっぱりこう、なんて言うんでしょう、こう言っていいんかな、言わない、まあ、僕、かおちゃんは後から自分で言ってもらったらいいんだけど、はい、やっぱり多分今でもこう子育てされてると思うんですけど、はい、子育てちょうど出産された時って一番女性のホルモンバランスとかいろいろあって、育児のルールとかいろんな部分あると思うんです。これ男には分からんことやと思うんですよ、うん、まあ、はい、だけどまあ僕も分からないんですよ、もちろん痛みも分からへんしあれですけど、はい、偉そうなこと言えないんだけど、
で一番ね、この社会問題っていうか今も社会の中で一番やっぱそこをもうちょっと見やなあかんのが、退職された後に専業主婦になった時にバリバリ十何年仕事された後にね、ここに入った、例えば戦後主婦になって女はこうすべきとか、男は外に行って女は子育てすべきとか、まあそういう昔の考えあるじゃないですか、はいはいね、だからまあ仮にやってずっとこう専業主婦で やってた時ってなんか社会から分断された感覚とかなったとかないですか？そうですね、私は出産でまあ退職したんですけど、その時はもう会社自体がその出産しても続けるっていうと、まあ、制度がまあちゃんと整ってないっていうのもあったのと、あと双子っていうのもあって、まあいい意味で諦めがついたんですね。もう専念しようとか、あとはやっぱりというか、まあその時を楽しもうっていうのが結構もともとあったので、じゃあこれ双子になったからもう育児をとにかく楽しむとか専念しようと思ったので、社会と分断されたというよりは、もうなんか社会、自分がもう社会を、ともう離れてもうなんか、この自分の世界に入ってたようなイメージで、だから自分がその後こう働くとか、どうなるとかっていう未来を正直見てない状態だったと思います。今で精一杯とか。で、なので、その、育児してるときは自分が起業するなんて思ってないですし、働くイメージも全く持ってなかったし、まだ復帰するとか。なんですけれども、子供が小学校1年生になったときに、ちょっとこう余裕が出てきて、ネットとかも見るようになった、なんか調べ物とかしたときに、まあ整理収納っていうのを出会ったきっかけなんですが、その時もまだ起業するとは思ってなくて、ただそれをちょっとこうやってみようかなってスイッチを入れたら、働くことの楽しさがなんかまた蘇ってきたというか、なんかだからこうで、自分の診断もそうなんですけど、専業主婦っていうよりはやっぱ外に出てた方が生き生きするみたいなタイプでもあったので、なんかこうなんていうのね、なんかなんていうのかな、子育て中は私の場合は本当に余裕が、その外を見る余裕がなかったっていうのが正直なところ。まあ双子ですしね。なるほど。だから今だったらこういろんな逆に選択肢が少しずつこう増えたりとか、私が起業した頃に多分ママ起業とかおうち起業家みたいな言葉が結構増えてきたので、今だったらいろんな働き方がやっぱりできるなっていう。子育てしながらもちょっとこう、ちょっと起業のスタートの準備ができるとか、なんかこう、あとヒントとかも、いっぱい世の中にあるんじゃないかなと思いますし、私もやっぱりこう、同じ綺麗デザインでも、子育て中だったらこういうふうに取り入れて、子育てメインにしたりとか、あとはもっとバリバリ働きたいとか、まあ、いろんなこう、働き方の選択肢が、こう自分でなりたい、こんなふうに働きたいっていうのに対して、じゃあ、どうやって働いていこうかっていうのが、選択肢があるっていうことを知ってもらいたいなっていうふうに今は思っています。はい。そうですよね。だいぶ時代も変わりましたね。僕が今、僕も父子家庭を何回も言うんですけど、父子家庭でずっとやってた時は、父子家庭って珍しいって言われたんですけど、まあ、それも最近では多いし、離婚も昔だったらそんな恥ずかしすぎて、言えないと、近所で言ったらもう、村八分にされるっていう、村八分で言葉もいつの時代の話か分からんけど、まあそれぐらい時代がすごく早いっていうことですよね。今かおちゃんが言ってくれたように、本当に今は自分が子育てしてるからこういうの諦めやなあかんとか、そういう時代ではないですから、ちょっとキッチンから少し今情報を得ることもできるしみたいなね。前回いつ何回目やったかな、ゲストの方も言われてましたけど、私はキッチンから配信させてくださいって言ってこだわってた人いてるんですよ。ね、彼女も言ったように、女性はキッチンで忙しいのよ、忙しいからその間 でキッチンから仕事して何が悪いの、それをダメっていう男がいてる社会はなんか日本に潰れるよって、そこまで言ってたよね。言ってた、ね、覚えてます。はい、本当にそういうタイミングが今、こういうインフラも整ってるし、こんなね、ライブ配信もできるし ね、本当におうち、このコロナの問題でいろいろと皆さんこう心の中でちょっといろいろとリセットできることできたんちゃうかなと思って、
そういう部分ではかおちゃんみたいなコミュニティ持ってる方ってすごく強いですよね、これからね。そうですね、本当にやっぱりこう仲間がいると、うん、いろいろこう何て言うの、あった、いい情報だったり、うまくいったことも、うんうんうん、まあうまくいかなかったことも、こういう悩みがあるっていうのも本当にシェアできて、応援し合えて励まし合ったりとか、ね、あとそこに成長もあったりするので、うんうん、まあ、そういうつながりも今特にこういう時だからこそ大事かなって思いますね。うん、いや本当にそうです。こうゆみちゃんのおかげでね、こうやってかおちゃんのコミュニティに入ってます、応援し合うって今、ね、コメントくれましたけど、まあそもそも僕もゆみちゃんと一回東京でお会いして、それがご縁で。うん、そこからこの配信に、第3回目かな、に出てもらったんかな、うん、そうそう、で、ももさんがちょっと急遽ちょっと、はい、バトンタッチしてもらって2回目来ていただいて、かおちゃんでしょ、うん、はい、でこうやって皆さんのこうやってお話を聞いてたり、いろんな人生模様を僕が聞くだけでもすごく得した気分になるのは、あの自分のこうストーリー、自分の人生とまた違う人の人生も一緒になんか見れてる感じがするんですよ。ちょっと大げさかな。いや、でも分かりますよね。で、はい、コミュニティってそういうことで、この例えば、はい、あの今日本女性を元気にする会の中でもいろんな人がいらっしゃって、もしそういう人のいろんなこうあの物語とかいろんな価値観も聞くだけで得した気分になるなって僕は思ってるんですね、はい、で得っていうのは何かというと、それをまた皆さんにエネルギーとしてね、あの広めてシェアできるなと思ってるので、うん、どんどんで僕かおちゃんね、今回ね、あのいろいろと教えてもらったこといっぱいあってね、本当に、はい、いやここで言う、いやいやいや本当にあのすごくやっぱりいろいろとあの伝え方も上手やし、いろいろと勉強させてもらいましたよ。本当ですか。嬉しいですけど。僕も診断していただいたんで、ちょっとね、嬉しくてね。自信持てましたからね、これからで。ファッションのヒデさんです。ファッション。なんか書いてくれ。ちょっとまた、なんか嬉しいこと書いてくれ。楽しめてるのコミュニティのおかげですって最高って。いや、本当に嬉しい。ヒデさんの受け止め方、すごく強化し、ありがとうございます。もう本当に、いやいやいや、本当に嬉しいね。まあこれやってて本当に良かったなと思うのは、こうやってかおちゃんとも出会えるしね、こうやってね、でかおちゃんのお友達コミュニティの方もこうやってね来てもらって、いっぱいこう嬉しいコメントいただきましてありがとうございます。はいね、うん、まあほんで、まああのそのちょっと時間的なこともあるんであれですけど、あのさっきの子育ての話もしてたけども、はい、日本女性を元気にするという一つの、まあ、テーマの中で僕がこう、皆さんゲストの方に聞いてるのはね、やっぱりおのおのの考えがあってもちろんいいと思うんですよ。あの今、はい、多様化の時代なんでね、いろんな価値観もね、はい、でそんな中で、まあ、あの特にそのなんて言うんでしょう、かおちゃんの今あと、まあ、女性とはこうあるべきではなくて、私個人の、はい、人生とはこうありたいとか、もしくはその、いろんなお友達とかコミュニティの方に何かこうメッセージをねできることがあればねと思って、はい、これ何の打ち合わせもしてないんやけど、いろいろと何をかなと思って何でもそうです、うんうん、でもまずはやっぱり自分を知るのがすごく大事だと思っています、うんうんうん、と言っても、自分で自分、なんていうんですか、こう、自分探しに陥ってしまうと、ちょっと待ってくださいね。はい。これ、はい、OK、ごめんなさい。はい。ね、自分探しっていうと、ちょっとこう、さまよってしまう感じなので、やっぱりこう、自分のこう、まあもちろん診断もそうですけれども、あとこう、仲間の存在で、あ、仲間こういう特徴があるけど、あ、私はここがいいんだって、こう、やっぱ人から教えてもらえることもあるし、あとは、人の悩みがこう、まあ、三つあるみたいな話をしてるんですけども、まあ、自分がわからない、他人がわからない、未来がわからないっていう。ただそこを私は、このキレイデザインっていうのを通じて、色で表現して、自分もわかるし、周りの人もこう、色でわかるし、あと未来も実は運気っていうのがあって、そこでわかることで、ファイナルでこう、自分のらしい未来をどんどんデザインできるんですね。なので、それを、なんかこう、楽しく未来を描けたら、それに向かって、まあ、いろんな人生いろいろあると思うんですけど、楽しいだけじゃなくて、いろいろあるんですけれども、未来が、こう、やっぱりこう、
上に向いてたら、どんなことがあっても、下がってても、こう平凡な人生だったり、マイナスな未来を考えるよりは常に上にいられるので、やっぱり私はそういう、まあ、自分自身がそういう未来っていう、そういう使命があるっていうのもあるんですけど、そんな生き方をする女性を増やしたいっていうのと、あ、答えになってますかね、これ。全然ね、まずやっぱりその、一番最初に言われたその3つの悩みの中で自分を知らないっていうこと、自分を知らない、他人が知らない、分からないって怖い、怖い、怖さですよね。未来に不安がある、まあ、未来も分からないと。これでもみんな一番悩んでることちゃいますか。ある種今特にコロナなんかになった時なんか、未来ってどうなのやっていう不安があったと思いますよね。はい、うん、そうですね。それが本当にこうバイオリズムみたいに、やっぱりこう同じことやっててもうまくいきやすい時と、うまくっていうかこう今こういうことした方がよりこう自分の波に乗れるとかっていうのがまあわかるので、本当に生きやすいというか、あ、じゃあ来年はこんな風にしていこうとか、3年後はこうしていくんだろうなみたいな予測が立ったりとか、こう行動のなんていうかね、こんな風にしていこうっていう計画が立てやすくなったりとかもあるので、これがすごく楽しく、関わっている人がまあみんなこう未来見てキラキラしてるのそんなところかなって思うのと、あと私はやっぱりこう好きなことで周りの人にこう感謝されるっていうのが本当にすごい喜びだなっていうふうに感じているので、好きなことをただやるっていうのだけではなくて、やっぱり好きなことで、やっぱりこう、結果周りの人に喜んでいただいて、まあありがとうだったりとか、あ、本当にこれ出会ってよかったとか、まあ香織さんのおかげですとか、もちろん言われたらもちろん嬉しいですけど、やっぱそんなに、なんかもうありがとうとか、でいただけるので自分の存在価値じゃないですけど、なんかこう役に立てたなっていうのがやっぱりこう、まあ女性だけじゃなくて多分みんな人間そうだと思うんですけど、まあ、そんな人たちで溢れたら、さっきのコミュニティの名前じゃないですけど、まあギブアンドギブとか、まあいい循環が生まれて、本当に自分もそうだし、身近な家庭もそうだし、そこから広がるいろんな世界がみんなこう平和で豊かになっていくんだろうなっていうふうに思って、そんな風に活動をこれからもしていきたいなっていうふうに思っております。いいですね、深いですね。ギブアンドギブってね、本当に何か言葉で言うのは簡単やけど、本当に普通ね、みんなね、ギブアンドテイク、テイクだけじゃなくて、テイク、取るばっかり、テイク、え、もらうばっかりやんね、要はね。そういう人も結構ね、実際、あ、はい、書いてくれてるコメント。誰かのお役に立ったら幸せだよねって、はい、桃さん。でもやっぱ自分が余裕がなかったり、うん、満たされてないとこう、ね、なかなかこうギブが、ね、できないと思うので、まずは本当に自分を満たすっていうのをすごい大事だなっていう、余裕とか自分が好きだって、ね、うん、言える女性が増えたらいいなって思いますね。ももさん、好きなことで周りの人に喜んでもらえて感謝してもらえる、お役に立てることが幸せ、とても共感しますってね。ね、ももさんもうそういうね風に働かれてるのを拝見しました、ライブでも。ね、いや皆さん本当に素敵なね、パワーのある、まあでもこれ誤解せずして、言いますけど、これ大成功、まあ成功、まあご自身はその成功とか、まあ大成功とかってそんなは、うん、ないと思います。そういう何が成功とかではないと思うんですよ、今やってることね。かおちゃんもそうやと思いますが、まあでも周りから見ると、よく言われるのが、あの人たちはもう成功してるところやから、もうなんかこう、うじうじと眺めてる人もやっぱりいてるわけですよ、はい、でも誰も一足飛びにこんなやって成功してないし、ずっと、専業主婦でね、8年間ずっと双子を育て上げている時って、普通に考えたらやっぱりちょっと焦る場合もあるやろし、友達がもしバリバリこうやって成功されたら焦る場合もあると思うんだけど、はい、今かおちゃんがいいこと言ってくれたけど、やっぱり自分をまず知って、その自分が今日より明日ちょっとでも成長すれば、それが人のためになれば、一番なんかエネルギーになるよね。そんな今メッセージを感じたんだけど ね、もう皆さんが全てこう誰かのためになる魅力が絶対ある、うん、
と思うので、うん、そうですよね。そうそうそう、だから本当にそう、自分を満たす余裕が大事。そうそうそう、だから今自分が満たせない人は、満たせなかったら、それはそれで満たせてなかったら、自分を満たすことをまず精一杯しないとね、周りに何かこうせなあかんとか、そういうのをね、義務感感じてたらできないからね。そうですね、それはあとってまずは自分に義務で、うん、ね、はい、はい、なんかすごくいいタイミングでコメント隠れて私も義務でコミュニティにさせてもらってます、ありがたいってね。こちらこそです。コロナの時、かおちゃんのコミュニティに入ったことで私は本当に助けられたよ、ありがとう、仲間に出会えた、うん、いいですね。なんかうるうるとき、うるうるときてるじゃん、みんな。そうですね、なんか、そうなんです。なんか私がっていうより、そこの仲間の、みんなの、ね、みんながこう、そういう気持ちよく、いい言葉を、優しい言葉だったりとか、当たり前にこう、ポッて出してくれる場なので。まあでも、まあそれはそれで、やっぱりそのかおちゃんのね、人柄やと思いますし、ギブギブをしてるからそうなるわけやと思いますけどね、はい、まあ、本当にさらっと言ってくれるから、またそれがまたいいんです。145センチとは思えない、また何回言うんやっていう話でそう、でも伝えたいところでもあるんですけど ね、座ってると全然わからない、ね、そんなね、人の外見のことは慎重にお話してなあかんことやのにね全然大丈夫です、まあ、すみません、申し訳ないです、はい、いうことでございまして、はい、やっぱりギブアンギブ、うん、誠実だと思います。大切ですね、かおちゃん。素敵です。ということでございます。はい。まあ、ちょっともう残り時間も少なくなってきたんで、まあ、本当にこうやってコメントをいただいた皆さん、ありがとうございます。そして、まあ、ね、メッセージいただきましたけど、かおちゃん、こうやってコメントをいただいている方もそうですし、まあ、一言何か他にあれば、最後に、最後の最後に、はい、コメントちょっとアップにしておきましょう。かおちゃんだけのアップ。なんか、鼻の下とか汗かいてますけど。そうですね、私の、まあ、ミッションは、自分色で輝く生き方ビジョンを増やすっていうのを掲げているので、本当に、自分らしく輝く女性を応援していきたいと思います。で、今はなんか、私なんてっていう人も、その人の魅力って本当にいっぱいあるので、私はそういうとこ引き出すのは得意だと思っているので、ご縁があった方は、お気軽に LINE だったりとか、どこかで、メッセージくださったりしたら、すごく嬉しいと思います。あとは、今日見てくださってる皆さんとか、あとこれから見てくださる皆さんと共に、世の中をね、カラフル、自分らしくカラフルな女性で溢れるようにして、そうですね。まあ、どんどん世の中を今のこの壁紙のね、お花のように、明るい世の中にしていけたら嬉しいです。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。かおちゃん、最後にまた素敵なお話もありがとうございました。それから、はい、なんか大好きだよとかね、いっぱい聞いてくれました。いや、もうカラフルに。はい。で、ゆえさん、慎重に分かってくれましたかこれさらっと言った、さらっと言った親父ギャグを拾ってくれてありがとうございます。さすがですね。はい、ありがとうございます。ということで、本当にね、かわいいということで、うん、今日は本当に素晴らしいお話と、ちょっと笑いネタを入れてしまいましたけど、ありがとうございました。本当にね、かおちゃん、ありがとうございました。長い時間ね、素晴らしいお話でした。そして、たくさんコメントいただいた皆さんもね、ありがとうございました。はい。それではまたね、次回、またちょっと残っててくださいね。次のちょっとね、告知ありますんでね、はい、それもちょっと最後まで聞いておいてください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。かおちゃんでした。